いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルメルセデスベンツ CLA2550 フォーマチックを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラスに飛び石、フロント複数箇所、左リアドア、リアバンパー複数箇所に線傷、ボンネット、左シーピラーにへこみ、右リア以外のドアエッジ、右リアドア、左フロントと左リアのアルミホイルに傷がございます。走行距離に関しましては約3万7000キロ走ってるお車です。外装色はジュピターレッド、インテリアはブラックハーフレザーが採用されております。街乗りにちょうど良いサイズ感が人気の CLA クラスでございます。こちらは CLA250 フォーマチックということで、より高い走行性能をお楽しみいただける1台です。またレーダーセーフティーパッケージも装備されており、安全安心にドライブをお楽しみいただけます。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは2リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は211馬力でございます。また足元に関しましては純正18インチブラックペイントのアルミホイルが装備されており、足元からはスポーティーな印象を受ける1台となっております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保された1台です。スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアに関しましてはブラックハーフレザーが採用されております。運転席助手席若干ではございますが使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてもエコ、スポーツ、マニュアルの3段階が用意されております。フロント両席にはシートヒーターが装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては目立った使用感がなく良好なコンディションを保っております。またこちらのお車にはパノラミックスライディングルーフが装備されており、後部座席の方も開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2014年モデルメルセデスベンツ CLA250 フォーマチックを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約3万7000キロ走ってるお車です。美しいスタイリング、数多くの快適装備が魅力の CLA250 フォーマチックでございます。こちらのお車に関しましては211馬力を発揮するエンジンと7速のオートマチックシフト、フォーマチックシステムにより街中でもストレスなく走行していただける1台です。また純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、パノラミックスライディングルーフをはじめメルセデスベンツらしい数多くの快適装備が備わった1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。